こんにちは、Dさんです。今日なんですけれども、トーク動画を撮ろうと思って少し動画を回してます。最近ですね、僕も減量が進んできて、上半身裸で動画を撮ることが多くなってきました。減量の経過報告をですね、毎週動画出すのと、それ以外にショート動画だったり何かのコンテンツの動画の最後に組み込んだりとかして、今回はちょっと細かめに経過報告を出してます。ツイッターでも毎日報告したりしてます。で、上半身裸で体を見せると、いろんなですね、体の評価をいただきまして、で最近よく多いのが、3、4年前から全然変わってなくないとか、今年なんか進化しましたというようなコメントをいただくことがあります。で、今日はですね、それについて、簡単にアンサー出していこうかなと思います。で、そういうコメントで、ね、よくいただいて、最近思うのは、くそー、もっと頑張んなきゃなと思って、トレーニングのモチベーションとして、筋トレに励んでいるんですけれども、やっぱりその反面でこれが現実なんだよなっていうのが伝えたい部分でもあります。やっぱりですね、体っていうのはなかなかそんなに簡単に変わったりはしないんですよね。筋トレ1年目になってくると初心者ボーナスって言われていて、筋肉が5キロとかついたりするんですけれども、やっぱりそこから1年でつく筋肉の重さっていうのはやっぱり変わってきます。で、もうこれを5、6年ぐらいになってくると、1年で1キロつけば本当にいい方だと言われていて、で、僕の場合はトレーニングはですね、週3ぐらいしか、平均ではやらないので、ボディービルダーの方みたいに毎日2時間とか3時間やって、で、食生活も、全ての生活を、ボディービルに注いでるとか、そういうような方でしたら1年で1キロ筋肉を増やすのを達成させたりとかすることはいけると思うんですけれども、やっぱり週3とかボディービル第1っていう感じではないと、やっぱりこういうような筋肉の速度、成長速度になってきます。じゃあ筋肉成長してないのかって言われると、実際いろんな方にパーソナル受けたりとか、直接見る方にはやっぱり少しずつだけど成長してるというふうな、お声もいただいているので、その成果ですね、今年大会でお見せできればいいかなと思っています。ただ、やっぱりですね、ナチュラルで筋トレをしていく上では、やっぱり、毎日毎日ハードに追い込んで、食事もしっかり管理して、いわゆるボディービルライフをしていかないと、やっぱり難しいです。で、僕は、リアルをお見せしたいです。皆さんに。正直者がバカを見るというか、僕はもうずっとナチュラルでやってきて、で、これから先もそれでやっていくし、だとしたらやっぱり成長って1年とか半年とかで望めないんですよ。望めないけれども、ちょこちょこ成長している。決してその年齢とともに、今年38の年になりますけど、年齢とともにやっぱりね、こう筋肉っていうのは落ちていったりとかっていうのはするんですけれども、それもなし。しっかりと、筋肉は毎年毎年成長をしていると。成長を見せしたい。小さい成長ですけど、コツ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 やっていって、ステージに立って、結果を出すってことをお見せしたいと思ってます。で、もちろん、そのステージに立つってことは、やっぱりね、そうやってボディービルライフで一生懸命頑張ってる人も中にはいます。やっぱ俺よりも正しい努力、そのフィジック選手としてとか、コンペティターとして正しい努力をしている人たくさんいるんですけども、やれる範囲で一生懸命やる。ってことを僕はすごく大切にしていて、年齢とともに、仕事が忙しくなったり、家庭を持ったりとかすると、筋トレをする時間がなかったり、あとモチベーションが続かなかったりするんですよ。で、そういう人のためにも、こういう人もいるんだ。週3とかでトレーニングしてて、あ、全然酒めっちゃ飲むんだ、みたいな。え、めちゃくちゃピザ食べるじゃん。めっちゃ爆食いするじゃん。あ、けど、ちゃんとステージに立ったら、それなりに入賞はするんだな、というところを僕は見せたい。そういう人たちのモチベーションになりたい。やっぱり普通の人のモチベーションになりたいって僕はずっと思っていて。やっぱりそこからね、プロになりたいとかってなると、やっぱりそれは話は違ってくる。僕のジャンル、チャンネルではない部分になってくるんですけど、僕はやっぱりその普通の人、女性もそう、男性もそうですけど、いつまでも綺麗でいたい。いつまでもかっこよくいたいとかね。そういう感じをやっぱり大切にしている。何のために筋トレしているかっていうと、そのモテるためってね、男性は言うと思うんですけど、それ誰にモテるためかっていうのを考えた時に、自分にモテるためだと思うんですよ、僕は。自分にモテるっていうことは、自分のことをもっと好きになるってことだし、自分のことを好きになれば、もっと自分に自信を持って、日常生活を送れると思います。そんなモチベーションになればいいかなと思ってやっています。ただその中で、やっぱりその嘘偽りなく生きやりたい、俺は。そう。嘘偽りなくやりたい、俺は。っていう感じでやってる。かな。もちろん、全然勝てないじゃんっていうのは、俺のことをコンペティター選手だと思って見てくれてる人がそういうコメントくれるんですよ、絶対に。やっぱり俺もさ、選手、1年に1回ぐらいは大会に出るっていう感じでやってるから、じゃあそこの評価もやっぱりされるわけですよね。そういう人たちの言葉も、すごく俺は励みになってるし、よし、頑張ろうと。頑張ろうと思って、トレーニングは
限られた時間ではめちゃくちゃちゃんとやってます。うん、まあそこでのやっぱり現実、リアルなライフをお見せしたいなと思ってます。うん、なんかね、その、そうだね、こうエンターテイメントとして成長の速度をすごい上げてやるっていうのも、まあ一つの手だと思うし、まあそれもいいと思うんですけど、今の時代、そうやってね、正直者がバカを見るみたいな部分もあると思う、実際に。だって見てて1年経っても別にそんなに体勢めちゃくちゃ変わってるわけじゃないから。そう。ただ、ダイエットとか筋トレとかが続かない男性、女性、そういう人たちに毎年毎年ね、こういう人がいるんだ、一緒に頑張ろうみたいな感じ。ダイエットの時期はこういうものを食べてるんだ。じゃあこうやって、まあ脂肪を落としてるんだっていうのもお見せしたい。っていうので、まあやってる。で、筋肉もね、まあ本当にちょっとずつは変わってると思われる。今年は特にこの腕のね、例えばこの二頭筋がちょっとポコってピーク出てきたなとか、あとはなんかスクワットをめちゃくちゃやってるから、なんかスクワットでなんか足ちょっと強くなったなとか、あとはまあ背中ですね。こう前から見た背中とかがまあ少し良くなってきたとかね。まあそういうのはなんか歩いてて、ちょっと前よりも背中、あ、なんか突っかえるな腕に、みたいな感じであったりするので、まあそういうのでちょこっとずつは変わってるんですけれども、論文とかエビデンスとか見たりとか、いろんな最新のトレーニングとかも取り入れたりとかね、してるんですけれども、そんなもんではございます。僕の目標は、徐々に徐々に成長していく。少しずつでも絶対に成長していく。で、それが、もう究極のアンチエイジングだし、やっぱり自分をずっと好きでいれることだと思うので、まあ俺はもうずっと成長していく。だからもうおじいちゃんになった時は俺は完成してると思う。けど、それぐらいの勢いでやってます、今。うん。これから先なんかその筋量が落ちてくっていう感じではない。まあ本当に少しずつだけど、本当にまあ大器晩成っていう言い方も違うのかな。けど本当にコツコツやって、これから先も、まあリアルなボディメイクを発信して、普通の方、あとは初心者の方の、モチベーションになればいいかなと思ってやってます。もっとね、急にバーンって大きくなって成長すればいいんですけど、なかなかね、難しい部分もあるので、そこはけど、まあそういう声も受け入れながら、それをモチベーションしながらね、これから先も、まあ、筋トレは続けて、かっこいい体作っていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録と応援よろしくお願いします。はい、ということです。それでは。Step up.